What's up YouTube? ご無沙汰してます。ですね、今日はですね、ちょっと久しぶりにまたうだうだトークをやろうかなと思いまして、まあ、初めましての人もいるかもしれないんで、ちょっと簡単に説明しておきますと、まあ、うだうだトークはなんか最近あった近況とか思ったこととかをとりあえず10分か15分ぐらいシナリオなしでだーっと喋るっていうだけのビデオでございます。まあ、ただなるおしゃべりなんで、まあ、興味のある方だけというか、お暇な方だけお茶でも飲みながらお付き合いくだされば嬉しいかなと思っております。はい。でですね、何から話そうかな。まずですね、ハリケーンの話からしようかな。ハリケーンマイケルっていうのが前に泊まってた、前にねバスを止めてたメキシコビーチっていうところを直撃して、で、月曜日の夜ぐらいにアラバマに私たち避難をしてきたんですよね。で、月曜日の夜に避難してきて3日ぐらいモビルっていうところに泊まって、でその後にちょっと落ち着いたんで、こうそっから1週間ぐらいちょっとまた離れたところの RB パークに1週間ぐらいかな、バスを止めて暮らしてたんですけど、なんかちょっとまだ長引きそうだということで、ちょっとこれはもうちょっと落ち着けるところに引っ越した方がいいんじゃないかなということで、今はね、アラバマのガルフショアっていうところに暮らしております。でですね、なんでかっていうと、別にずっと私たち RV パークでも良かったんですけど、避難の間はね、泊まるところ代が政府から出るんですよ。で、こう避難する場所のホテル代とかが出るんですけど、RV パークはちょっとその対象外ですって言われて、そうなると自分たちで自腹でお金を払ってこう避難をしないといけなくなるので、まあ、それやったら、まあ、ホテルの駐車場にとりあえずバスを止めてホテルに暮らそうかっていうことで今のところはここのバッグを見てもらえば分かる通りホテルに泊まっております。で、まあ、キッチンがついてて割と便利ではありますね。普通のホテルってなかなかキッチンついてるところないんですけど、ここはね割とちょっと高いぐらいのだけあって、キッチンもついてるし静かやし、ただまあペットが可能なホテルなんで、こう隣とかにワンコが泊まってるとちょっとうるさいかなというところはありますね。なんですけど、結局ウサギはね、今はね気温も外20度ぐらい、15度20度ぐらいでちょうどいい気温なんで、まあエアコンもつけなくていいしっていうことで、ウサギはバスの中でなんか楽しそうに暮らしております。で、まあ朝昼晩ちょっと面倒見に行って、ちゃんとやってるかなっていうので面倒見て、こうなでなでしてあげて、ご飯もあげてっていう感じで、ウサギも私たちもまあ元気でやっております。なんですけれど、ハリケーンがね、写真を後で見たらすごかったですね、被害が。なんかね、特に前泊まってたメキシコビーチが被害が一番ひどかったみたいで、本当に台風の目が直撃してて、なんかもう瓦礫の山というか、家が残ってないんですよね、写真見たら。もう家の基礎だけになってて、こう上台っていうの、上の家のところがもう全部飛んじゃってるっていう状態で、うわ、ちょっとひどかったんやなと思って。なんかね、今までにフロリダでずっと暮らしてきたから、こう、結婚して最初に暮らしたのがフロリダだったんですよ。で、フロリダでだいたい3年ぐらい暮らして、まあその後カリフォルニア行ってニューメキシコ行って、またフロリダ戻ってきてって感じだったんですけど、なんかまあその後に2年ここで暮らしてたから、結局7年の結婚生活のうち5年弱ぐらいはフロリダで暮らしてるんですけど、まあその間に何回もハリケーンってやっぱ来てて、で、そのたんびにみんな結構大騒ぎをするんですよね、テレビで。なんか、うわ、ちょっと水買ってこなとかガソリン買ってこなみたいなんで、すっごい大騒ぎをする割には、毎回あんまり大したことなくて、なんか、ウォルマートとかで水めっちゃ買ってる人見て、うわーって思ってたりしてたんですけど、今回に限っては、本当になんか100年に一度の規模だったらしくって、なんか見くびっててすいませんって思いました。でもね、避難して本当に良かったです。なんかね、やっぱり家をそっちに持ってる、そっち方面に持ってる人とかはもう家が流されてしまったりとか浸水したりとか、なんか壊れてしまったりとかして、でね、みんなその 2,3 日ぐらいの避難のつもりで出てきてるから、あんまり大したもの持ってきてないんですよ。とりあえず 2,3 日持つだけの服とかがあればいっかみたいな感じで避難してきたら、もう家ごと流されちゃって、なんか家財道具残ってないみたいな感じの人も結構いるみたいなんで、なんかまあちゃんとというか、すぐに避難ができてよかったかなと私も夫も思っております。なんかね、バスがちょっと前に壊れてというか、エンジンがかからなくなったりとかして、あとはね、私の車がミニクーパーなんですけど、
なんかミニクーパーのちょっと部品の交換が必要になったりとか、あとはね夫の車がいつやったかな、なんか7月の末ぐらいにこう私の BMT の卒業式見に来てくれた帰りに大破して車がなくなってっていうのがあったんですけど、今思ってみればやっぱり車ね、あの1台とバスで避難するのにもちょうどよかったっていう話で、なんでかっていうとやっぱ車が2台あってバスがあってってなると、こうなんか牽引して行かないと、ほら車が2台だから夫はバスを運転するでしょ、そうなると車2台避難させるって言ったら、やっぱ私がその車の後ろに車をつないで牽引していくみたいな形になって大事になるし、なんかで、あのこういうとあれやけど、バスに全部家財道具一切積んであるから、こうちゃんと直すべきタイミングでバスも直って車も直って避難がちゃんとできて、ああよかったって思いましたね。なんかね、だから今すごいしんどい思いをしてるなっていう時でも、後になって考えてみたら、あの時あれでよかったんやみたいなのがやっぱりあるんで、なるようになってんねんなとちょっと思った出来事でありました。だからね、あれや、まあしんどいこともあるけど、もうしんどいことは結局後々なんかうまいこと言われへんねんけど、こうなんかその時しんどいなと思っても、後で思い返してみたら、あの時はああなったからこうなってよかったんやみたいなのが、なんか多分腑に落ちるというか、分かってくるようなことがあるような気がするので、なんか何言ってるのか分からへんねまあ最近ちょっとそんなこと思いましたって話なんですけど、あとはですね、ああそうそうそう、あのずっとビデオにしようと思ってて、でなんか避難騒ぎになってしまって全然話ができてなかったんですけど、あの病気の話の続きをします。ですね、あの私7月に7月やんな、あの7月の末ぐらいに、まあ、あの BMT ってあの軍隊のトレーニングに行きまして、でブートキャンプの途中に、あなたはバセドウ病なので、あの軍のなんていうの基準に満たないのでって言われて、まあこういうとあれですけど、お役御免ですよね、お役御免になって家帰ってきたんですよね。でまあじゃあ治療しないとねと思って、私病院に行ったんです。まあ、であの病院に行くのにちょっと保険の切り替えとかがあったんで 2,3 週間かかったんですけど、まあ家帰ってきてちょっと元気も出てきたし病院行こうかということで、病院の予約を取って専門のお医者さんに見てもらいに行ったんですよ。でじゃあまあとりあえず血液検査をしましょうかっていうことで、血液検査をしてもらって、じゃあしばらくしてから血液検査の結果聞きに来てくださいねって言われて、はーいって言って2週間後ぐらいかなに、あの血液検査の結果聞きに行ったら、先生にあのねって、あの甲状腺のホルモンの値が正常値に近づいてきてますって言われて、えってなって、あのバセドウ病ってね、何やったっけ、あの TSH っていうホルモンがなんかね、ほぼゼロに近い状態、なんかね、もう探知不可能な感じの数値だったんですよ。あの前にだから病気ですって言われた時は、で、あそうなんやと思って帰ってきたら、何お医者さんに家帰ってきてからの数値を見たら数値が良くなってると、でもしほんまにバセドウ病やったら、こんな1ヶ月とか2ヶ月の間に急激にこんなに数値が改善するっていうことはないから、もう1回血液検査しましょうって言われて、で、まあ、2,3 週間置いてもう1回血液検査をしたんですよ。そしたらね、お医者さんに、あなたの数値は元に戻ってますねって言われて、だからこう今まで 0.1 だから 0.1 以下でほぼなんていうか数値が出てこなかった TSH が、検査をしたら2.何やったかな、なんか 2.2 とかそんな感じで正常値に戻ってたんですよ。でお医者さんに、なんでこんなことがあるんですかって聞いたら、あウイルスだねって言われまして、なんかね、よくあるんですって、こうそれでこう BMT なんかはこういうタレですけど、毎週ね大体600人とかぐらい卒業するんですよ。で、トレーニングが8週間半あるから、まあ大体だから 4,5,000人ぐらいやね、まあ4000人ぐらいか、4000人5000人ぐらいはいるわけですよ、そのなんていうか一角にまあそのトレーニングの一角に、だからそれだけの人がたくさん集まってしてたら、ウイルスもそりゃ蔓延するよなっていう話をしてて、でもお医者さんにこうほら過酷な状態で訓練を続けてて、暑かったしやっぱ気温が40度ぐらいあったし、でそれだけたくさんの人と暮らしていて、でまあトレーニングきついし、だからそんなんでウイルスをもらって多分甲状腺に来たんじゃないかっていうことを言われました。だからあなたはこう可能性としてはバセドウ病である可能性はないですって言われて、だから症状としてはその検査をして、だからエアフォースにバセドウ病ですって言われた時はその
確かに、なんていうの、甲状腺ホルモンの値がほぼなしに等しかったんですけど、帰ってきて元に戻ってたんで、まあなんていうか大病じゃなくて、甲状腺のウイルス、甲状腺がウイルスにやられて一時的にこう巻いてた状態なんでしょうということを言われました。でね、なんやろ、言われてね、私最初すっごい怒ったんですよね。何に対して怒っていいかわからないけど、私ね、なんかそのエアフォースにこう不適合って言われて家帰ってきて、すっごいなんかいろんなものに対してずっと怒ってたんですよ。なんか人生の不条理に対して怒ってたりとか、なんかなんでこのタイミングで出てくんねんとか、でこう訓練の途中っていうか、まあ、あの後期後半だから、あの追い出されるって言われて、であのしばらくメッドホールドって言って、こうメディカルホールドですね、こう体調の悪い人とか足を折った人とか、こう訓練に戻れない人っていう人がちょっと留め置きになってるところがあるんですけど、建物がなんかそこにいてずっともんもんと、なんで私こんなところにいるんやろうって言って、で他のお医者さんにもう一度こう見てもらいたいって言ったんですけど、もうあなたは状態が決まってるから帰ってって言われて、結局お医者さんに見てもらえなかったんですよね、その後。だからあの時見てもらえてたらとか言って、すっごいなんかもういろんな意味で怒ってて、なんでこんなことになったんやろうと思ってたんですけど、でだからその誤診やった、まあ言うたら誤診やったわけですよ。こうでもうちょっとこう時間を置いてちゃんとした別のお医者さんに見てもらえてたら、やめずに済んだのにっていう思いもあって、なんかずっといろんなことで怒ってたんですけど、だからまあビデオにするのもこんなに時間がかかってしまったんですけど、でもね、この間夫に言われたんですよ。話をしてて、私たちちゃんと避難ができてよかったねって言ったら、でもなって、もし君がまだあのトレーニングの途中で BMT にいてたら、僕一人でしかもなんていうか、こうバスを動かして、ウサギも避難させて、車も動かしてっていうのはかなり難しかったと思うって言われて、だから君がこうやって家にいてくれて、ほら、あの助隊にならなかったら言うたら今ここに私はいないわけですよ。多分10月やからまだ訓練の途中やったん違うかなと思うし、なんかテックスクールに行ってたはずやから、だからなんかなんていうか、何もかもうまくいくようにできてんねんなってちょっと私は思いました。あの楽観的すぎるかもしれないんですけど、でも結局その時にこう助隊になって、だからこうしてこう胎児があって、こう避難って言われた時も夫のそばにいてあげられるし、なんか良かったんかなと思うようにはしてますけれど、さすがにちょっと誤診で状態になったのは納得がいかないんで、一応書類は出しました。なんかね、状態になって不服のある人は異議申し立てができるんですよね。だから異議申し立ての書類を書いて、でこうお医者さんの最新の診断書と過去のこうなんていうのレコード、なんか過去5年とか10年、7年やね、過去7年のだから自分がお医者さん行った時のこう数値とかホルモンの数値とか全部こうあるんで、それをなんていうかまとめて書類書いて、ちょっと私はやっぱり病気なかったんでもう一回入れてくださいっていう風な書類を書いて送ったんですけど、なんかもうその時点で、あのあかんかったあかんかったでもうええかなという気にはなってきました。というのもね、なんかね、ここまで無理してしがみついてまで入ってエアフォースにいる必要ないかなって思ったのもありますね。なんかね、あのエアフォースに入ろうと思った理由の一つに、まあ市民権くれるっていうから入ろうかなと思ったこともあるんですけど、実際に BMT に行ってみたら市民権はもうなんていうか自動ではくれないってことになってたみたいで、1年ぐらい前から。それもなんかサインを契約書にサインをするときに教えてくれとったらよかったのにと思うんですけど、なんかそういうことって言ってくれないんですよね。だから市民権ももらえないし、でまあ夫はまだエアフォースにあと11年ぐらいいる予定をしてるんで、まあ妻としてそれを支えていくっていうのもありかなとは思っております。だからね、いろんなことがうまくいかないときっていうのはやっぱり後で考えたときに、なんかそっちに行ったらいけなかったっていうか、なんかそういう風にできてんねんなと思うんですよ。なんかね、持論なんですけど、何かがうまくいく時っていうのはなんかそのすっごい引っかからないでスムーズに割とスーッと流れていくように、物事がうまいこといくっていう時期はあるんで、だからやっぱエアフォースはね、入る時もそうやけど、なんかすっごい苦労して入ったんですよ。で入ってからも訓練の時もなんか私すっごいいろんな意味で苦労して、私はこれに向いてないと思いながら訓練を続けてたところもあるんで、まああかんかったらあかんかったでいいし、もし書類が通って戻ってきていいよって言われたらそれはそれで嬉しいし、でもまあ書類が通らなくてももうなんか今となってはどっちでもええかなとちょっと思ったりはしていますね。
なんかエアフォースの話は置いといて、私にうまく言えないんですけど、バセド病じゃないって分かった時にすっごい嬉しかったんですよね。なんかね、コメントでこう病気大変ですね、頑張ってくださいねって言ってくださって、私すごい嬉しいなと思ったんですけど、なんかね、やっぱり病気じゃなくてよかった。なんかね、病気ってなったらこう治療しないといけないし、まあ、投薬のお薬飲んだりとか、あとはあの放射能の治療をして、結局なんか可能性としてはこの甲状腺のホルモンがうまくこう機能しなくって、結局一生ずっとホルモン剤を飲んでいかないといけないんじゃないっていうことを言われたりとかしてたんで、なんかあの健康に戻ってよかったって、もう私本当にそれだけ思いました。なんでよかったですね。はい。でね、今避難生活をしてて、で空軍基地がもう全体的に壊滅らしいです。なんかまず写真見たりとか、その様子を見に行った人に話聞いたりしてるだけなんでちょっとわからないんですけど、空軍基地が何やったかな、その修理をしてた途中の戦闘機13台ぐらいかな、なんかダメになってとか、そういう話を聞きました。でなんか基地もすっかりこう浸水してて、オフィスも 100% どの建物もなんかダメージがあるみたいで、とりあえず仕事には当分戻れない。で夫に限って言えば、まあ、あの転勤のその手続きの途中だったんで、この後多分落ち着いて書類の手続きとかが終わったら次の目的地転勤先に行ってって言われると思うんですけど、まあそうなるまではしばらくはホテルでここで暮らしてもええかなと思っております。なんでまあ夫だけじゃなくて、他に何千人、千人ぐらい、何千人って多分いると思うんですけど、みんなまあ避難をしてて、まあ実家に帰った人もいるし、こうやってホテルで暮らしてる人もいるし、でもまあ家にも帰れないしっていうことで、まあみんな休暇だと思って、なんていうかのんびりしてるみたいです。なんかカジノがある町になんか泊まりに行って毎日ショーを見て楽しんでる人もいるし、久しぶりに実家帰ってのんびりしようかなということで実家帰ってる人もいますし、まあね、こういうとあれですけど、こういうのは一生に一度あるかないかだと思うんで、まあたまにはいいかな、夫のためにはとは思っております。なんかね、夫ね、これまでずっと無遅刻無欠勤で一生懸命働いてきたんで、まあ1週間か2週間仕事に行かなくても、まあそれはそれでええかなとは思ってます。はい。だからまあ贅沢を言うてはいかんのです。というのもね、やっぱりなんというか、今この時点でも家がなくて困ってる人、電気が通らなくて困ってる人、食べ物がなくて困ってる人っていうのが被災地ではいるわけですよね。だからまあそれをこうありがたいことに避難ができて、こうして雨風しのいで生活ができるっていうのは、まあありがたいことだなと思っております。はい。なんですけど、なんかまあこの後どうなるか分かんないんですけどね、まあなるようにしかならへんかなとは思ってます。あ、でもね、あのバスに引っ越しといてよかったなと思うのが、やっぱり身軽にこう荷物が全部積んであって、家ごと引っ越しができる。でソーラーパネルが積んであるんで、まあ、電気が停電しててもとりあえずは生活ができるっていうので、小回りが効いていいなと思いましたね。なんかね、バスじゃなくてもエアストリームとかそのトレーラーに切り替えてもいいかなっていう話をしてるんですけど、なんかね、この間エアストリームを見に行ったんですよ。でね、なんか見に行ったら、まあ、大きさ的には全然問題ないんですけど、多分物をもうちょっと減らしたらエアストリームに引っ越しをしても多分大丈夫やろって話をしてたんですけど、まあその水のタンクがバスほどは積めない、あとはまあバスはやっぱりこう乗客を乗せるように作ってあるんで、こう重さが全然違うんですよ。この、ね、アクセルもこうトリプルアクセルやし、でもね、あのエアストリームでトリプルアクセルを買っても結局のところその何百リットルっていうお水をどこに入れんねんとか、その重さに耐えきれるかとか、そういうのもあるし、あとはまあやっぱりこうエアコンを使いたいと思ったら、今バスに6つソーラーパネルが載ってるんですけど、まあそれでエアコンをつけようと思ったらつけれるんですけど、それだけのキャパシティのものをエアストリームに載せれるかっていうとどうなんかなっていうのもちょっとあるんですよね。まあ割り切ってこうずっとキャンプサイトに泊める、 RV パークに泊めるっていう前提でエアストリームに移り住んでもいいんですけれど、まあ今のところはやっぱりバスが一番いいんかなっていう話はしてました。でも2年後3年後ちょっとどうなるか分かんないんですけれども、とりあえず今のところはやっぱバス、いろんなねトレーラーをね見に行ったんですけど、
今のところやっぱバスが一番合ってんのかなという結論にはなりました。まあね、あのメンテナンスだけはちょっとお金がかかるんで、もし壊れたら。でもね、もうそればっかりは家と一緒で、こう壊れた時のメンテナンス代を別に置いといて、こう貯金をしといて、でまあ非常時というか何か問題があったらすぐに直せるようにキャッシュだけはちょっと貯めておこうかなという話はしてます。そんな感じですね。はい、まあでも私たちは元気にやっております。なんでまあ今日の話題としてはとりあえず避難先の話と、まあ、あの病気じゃなくてご死んでよかったねという話ですね話でありました。はい、あとはまあちょっと久しぶりに落ち着いたんで、ブログもちょっとずつ書いていきたいなとは思っておりますので、また皆さんよかったら見に来てください。でビデオもちょっと落ち着いたらまたちょっとずつ作っていきたいと思いますので、はい、じゃあまた皆さん次のビデオでお会いしましょう。バイ。